フランス領南方、南極地域は、フランスの海外領地の一つ。インド洋南部に位置するアムステルダム島とサンポール島、南極大陸のアデリーランドと、同大陸に近いクローゼー諸島、ケルゲレン諸島、2005年1月3日に編入された、フランス領インド洋無人島軍から構成されている。そのほとんどが無人、あるいは、研究機関、軍関係者しか住んでいない地域であるため、 憲法が定める海外領地の自治形態である海外圏、コレクティバイツ・ディートレイ、メール、ペイズ・ディートレイ・メールのいずれにも属していない。成長はケルゲレン諸島のポルトオフランスに置かれている。南極大陸にあるアデリーランドにはフランスの研究基地であるデューモンデュ・ユルビル基地が置かれている。ただし、アデリーランドについてのフランスの主張は国際的には認められていない。 フランスも提約している南極条約によって南極地域における領土主権、請求権は凍結されている南極点を中心とした地図。ありがとうございます。